成城石井に行ったらとりあえず買っとけってもの何？年収2000万円以上の人をターゲットに品揃えを行っているお店。我々庶民は見るだけ見て値段の高さに腰を抜かして帰る。それが成城石井。今回は夏のボーナスを握りしめて、成城石井マニアおすすめの商品を9品食べてレビューしていきますので、ぜひご参考に。さあ始めますか。今回は成城石井マニアがおすすめする9品。いや、しかし高いっすね。いきなりこれいこうかな。いちごバター、これ話題になりましたもんね。全然手に入らなかったりしましたからね。今回普通に買えました。おお、このまま食えそうだな。パンも成城石井で買ってきましたからね。一斤500円しましたよ。高いな。いちごバターに関しては1000円しましたからね。高いの。そんだけお金払ったら期待はしちゃいますけどね。こんなもんすか。一斤500円の食パンに一瓶1000円のバターを塗っていただきます。ん？ん？ん？あれ？わかんない。うん。美味しいんですけど、なんかイメージとは違いましたね。バターのまったり感はあるんですけど、思ってたよりバターっぽくはないんですよ。いちごジャム要素が強すぎるんですよね。これほぼほぼいちごジャムだと思っていいですよ。美味しいいちごジャムですね。でもやっぱり高いいちごジャムの味はしますね。つぶつぶ感と。マジでいちごを煮詰めて作ったんだろうなーって感じの。ただバターは正直よくわかんなかったですね。これ多分期待しすぎて買うとがっかりしますよ。美味しいんですけどね。食パンが邪魔なのかな。いちごジャムですね。手洗ってきます。続いて麻婆豆腐。少ないの。583円しますからね。これでただ匂いはすごい。山椒いただきます。あー、確かに美味しいなー。これなんか本格的な四川料理の味はしますし、あとこの豆腐ですね。絶対いい豆腐使ってる。おそらくこの豆腐めちゃめちゃこだわってますね。ものすごく弾力があり、この豆腐がスポンジのようにこのあんの味を吸収してる、そんな感じするんですよ。だからこの豆腐一切れやったら多分僕ご飯一杯食えますね。めちゃめちゃ味がついた豆腐、そんな感じです。やっぱり素材一つ一つに一切手を抜いてない、そんな感じがしますね。大変美味しいです。なのでこちら豆腐が主役ってこういうことやな、ですね。続きましてシューマイ。712円。いい弁当が買えるからな。はい、断面いただきます。何これ。豚肉、玉ねぎ、これはもちろんのこと、エビ、ホタテのエキスがですね、ギュッとしてる、そんな感じがしますね。ヒコマロさんの言う味の宝石箱ってこういうもののことを言うんじゃないのかなと思いました。めちゃめちゃ美味しい。シューマイを食べてエビやホタテが存在感を主張してくる。エビ、ホタテが俺もおんでって言ってる、そんな感じがしますね。なのでこちら海の宝石箱や。続いてシナモンロール行きましょうよ。先日カルディのシナモンロールで大絶賛したところなんで、割ろうかと思ったらなんかもうこんなんでしたね。指苦が、いただきます。かなり甘さを抑えられたシナモンロールですね。だってこれ苦いもん。このシナモンの部分がシナモンすぎますからね。舌がひりつくぐらいシナモンですもん。シナモンパウダーダイレクトに口にあーって振った感じですもん。カルディでクラフトチャイって買ったじゃないですか。甘みを抑えたチャイの原液、あの味がしますね。なのでこちら食べるクラフトチャイですね。でこれが成城石にあったわけのわからん水ね。続きましてこちら、ティンカーベルの卵パン。いいですね、このお饅頭みたいで。卵の黄色。いただきます。食感がいいですね。しっとりとしてなんかもちもちって。で、そしてこの卵。そしてマーガリン。1個64キロカロリー。皆さんお気をつけくださいこれ。これバクバクいっちゃいますよこれ。止まんないです、食べ出したら。皆さん気をつけてください。やめられない止まらない卵パン。美味しいですこれ。なのでこちら、こんな可愛い見た目して地獄へようこそですね。はい、続きましてこちら、ハンターズのポテトチップス。500円ぐらいしましたよ。高っ。黒トリュフ味ということで、様々なフレーバーありますが、ぜひこれを食べてくださいということでした。外国の匂い。外国のホテルのロビーの匂いがする。ポテトチップスの堅揚げいただきます。まあ僕トリュフの味わかんないんですけど、今ようやくわかりました。すごいパンチだ。今僕の息がトリュフでしかないってやったら、もう今これトリュフフレーバーの加湿器ですもん。となるとこれのサワークリームオニオンとかいろいろありましたんで、めっちゃ食ってみたいっすね。ちなみになんですけど、皆さんトリュフ味には馴染みがあるんですか？なんでみんなトリュフの味がわかるんですかね。
まあ、成城石井マニアがトリュフ味が一番好きだっていうのはわかるんですよ。成城石井を日常的に利用する客層、トリュフとか平気で食ってるに決まってるじゃないですか。トリュフの味がわかんないんですけど、まあ、これ食べてトリュフの味ってこんな感じなんやなっていうのはわかりましたね。俺はもうさすが500円のポテトチップス。本気さが違いますね。遊びじゃねえんだよ。そんな感じがしますね。続きましてプレミアムチーズケーキ。だってこれも500いくらしましたからね、これ。コンビニスイーツ何個買えんねんって話ですから。まあ、ちょっと欲しくってみましょう。こうですね。なんか中に入っとるな。これドライフルーツかな。じゃあいただきます。すごいこれ。いちごバターよりバターですね。食べた瞬間バターってなりましたよ。こんなバターバターしたデザート、こんなん金持ちしか食べちゃダメよ、こんな。チーズケーキですって言ってこんなバターの塊みたいなデザート出したら、これ、シャトレーゼだったら口コミ大荒れしますからね、これ。油分の塊みたいなこと書かれて、成城石井が出してるから、なんかゴージャスに感じるんじゃないですか？違いますか？すごいよこれ。チーズケーキと言われればチーズケーキなんですけどね。チーズの味もしますけど。だからここ、バターです。続いてこちら。芋餅と紅はるかに入り、モーモーチャーチャー。アジアンスイーツ的な感じなんですかね。ビャーってやればいいですか？これ。もうセブンイレブンだったらこれ。ドロドロの。何これ？モーモーチャーチャーって何？いただきまーす。なんかわからんけど、すっごい美味しいな、これ。ココナッツっぽいですね。違いますか？あ、書いてるわ。正解ですね。ここ、ココナッツですね。ココナッツミルクをゆるーく固めたやつですね、これ。この芋餅いただきましょう。美味しい。ちょっと塩味もあってね、美味しいですよ。正直このココナッツミルクの部分はこんなんそこら辺のコンビニでもありそうだな、みたいな味してますね。ただ上のゴージャスさがすごいんですよ。これ、上でカバーしてない？なるほどなぁ。なんか成城石井のデザートは漁ったらすごそうですね。またチャレンジしてみたいなって思いましたね。はい、以上、カルディマニアが選ぶカルディおすすめ商品9品食べていったんですけど、その中でも、うわ、これうんまってなったのは、まずシューマイですね。スーパーで売ってる88円のシューマイとは訳が違いますね。そしてハンターズのポテトチップスですね。黒トリュフ味を買う必要はないと思いますけど、500円とちょっと高いですけど、これびっくりしますからね。皆さん気になったフレーバーを買ってもらったらいいです。多分全部やばいと思います。ご飯に乗せて食べたいぐらい味が強烈ですからね。そしてプレミアムチーズケーキですね。これも500円とかなり高いんですけど、まあ、でかいバターの塊買うと思えばいいと思いますから、そう考えたら500円の価値ありますよ。ちなみに今回食べた中で一番わかんなかったのはいちごバターですね。ただのいちごジャムでした。期待しすぎて買うとがっかりするかもしれません。皆さんお気をつけください。それでは皆さんの成城石井のおすすめ商品ありましたらまた教えてください。目と目で通じ合う通じ合う通じ合う目と目で通じ合う通じ合う通じ合う。